はい、ナマステ、この人工知能時代の日本語教師研修の参加者の皆さん、こんにちは、これは第5週のビデオですね。第5週は AI で読解を教えることができる、これがキャンドゥになっています。はい、読解をね、チャット GPT とかを、使って読解の、教材を作るときに、一番気をつけなければいけないのは学習者のレベルに合わせるということですね。その合わせ方をいろいろ皆さんで体験してほしいと思います。でその上で、ナローリーディングっていうのはその内容を決めてそれをたくさん何回も読むっていうことですね。はい、で内容を決めないでだけどたくさんいろんな、内容の読み物を読む、それが多読というふうに言われていますので、今日はこの3つについて話をしてみたいと思います。これはですね、最初に4歳の子供でも分かるように日本語でバンガロールについて、ベンガルールですね、本当はね、ベンガルールについて、書いてくださいというのがこういうものですね。そういうふうにすると、漢字もほとんどありませんよね。電車とか公園とかありますけどね。であと文法もA は B です。まあこの「の」がついたりしますけど、あと形容詞も「にぎやかです」とかありますが、動詞は「あります」とかね、食べられますとか、まあこれはちょっと難しいけど、でもかなり簡単だということがわかると思います。ただ言葉がですね、いっぱいとかお出かけとかそういう大人はあまり使わないような言葉も出てきますね。これ4歳の子供用に書いていますからね。はい、でね、JLPT の N5 レベルっていうと、これね、文法はまあ大体そのぐらいです。文法は JLPT の N5 ぐらいですけど、漢字とか言葉はとても難しい、ものがね、とても難しい日本語が出てくるのがわかると思います。はい、あとこれは、ヨーロッパ共通参照枠の A1 ですね。 A1 レベルにしても、まあ、さっきと同じぐらいですけど少し長い感じになりますね。はい、でこういうふうにですね、これはバンガロールについて、今3種類の、内容を読みました。こういうふうに同じ内容ででもいくつかね、1つだけではなくて2つや3つの日本語の文章を読むことが、それがナローリーディング、狭い読み方になりますね。はい、でね、今回はこれはね、さっきはバンガロールのことでしたけど、でもそういう何て言うかな、その勉強のためのバンガロールについて知るための読み物だけではなくて、フィクションね、はい、フィクションの物語も作ることができます。これはそのヨーロッパ共通参照枠 A1 レベルので、冒険映画っぽい物語を書いてくださいというふうに書いてるわけですね。はい、でまあそうすると森に冒険に行きましたとか書いてありますね。で宝物とかね、ドラゴンとかそういうのが出てきます。はい、でこれ同じプロンプトでもう一回やってみると、これさっきと全く同じですね。さっきと全く同じプロンプトなんですけど、今度はジョンという男の子です。あ、さっきのもう一回見ますよ。さっきはさくらちゃんという女の子ですね、ヒロインですからね。はい、今度はジョンという男の子ですけど、でもやっぱり宝物とかね、地図とかそういうものが出てくる、同じような、冒険映画のような物語を見ることができます。読むことができますね。はい、でこれがね、ナローリーディングの中でも特にその、こういう言葉をね、決めてこの言葉を使って、文章を作ってくださいっていうふうに、そういう、プロンプトを作ることもできます。で今回はこの3つの言葉はね、太字にして、書いてくださいというふうにしています。でそうすると、まあ、例えば今度はね、冒険者、ケンっていう名前の冒険者ですけど、この地図、洞窟、地図、洞窟、洞窟、地図、宝箱、宝箱、宝箱、こんな風にね、
この3つの方こあの言葉が、こうやって太字で、見せることもできます、はい、でこういうのはこの言葉をね、まあ、先週 の、 あの言葉を教えるところでこれ紹介してもよかったんですけど、あの言葉を教える時にもこのやり方はとても役に立つと思います。はい、あとねこれは内容が決まっていません。内容が決まってないんですね。で、あのだけど4歳の子供でも分かるように、書いてくださいというふうに、していますね。まあ、そうするとその動物が出てきて、まあ、子供が喜びそうな内容ではありますが、特にバンガロールのことでもないし冒険についてとかねそういうのが ありません。でこれを何回もあのこれもねまた同じように、同じプロンプトで別の話を作ると今度はあの全然違うけどでもやっぱり4歳の子供でも分かるようなね、そういう物語を作ることができます。これは多読と言いますね。やっぱり内容が決まってないだけどレベルが決まっている、はい、それがそのこの多読、エクステンシブリーディングですね、そういうふうに言われています。はい、なので、このビデオでは、チャット GPT で読解のね、コンテンツを作るときはまあ当たり前ですが一番大事なのは学習者のレベルに合わせるっていうことですね、はい、で内容も決めてあのたくさん作ってもらうとこのナローリーディングというのができますし、内容を特に決めないでだけどレベルだけねレベルだけ決めてだけど内容を決めないで、いろんなコンテンツを読んでもらうのはこの多読とかエクステンシブリーディングという、読み方になります。はい、それでは以上です。また日曜日に皆さんとお会いしたいと思います。フィルム連携。あれれれ、ちょっと待って。